はい、じゃあ今日はね、ちょっと最近引きこもり生活が長引いているので、ちょっと食生活が良くないということでね、ちょっと料理を始めようと思いました。で、ちょっとブロッコリーとアスパラガスが好きなんで、まあ、今日はね、それを、まあ、料理にしようかなと思います。これすごいヘルシーなんですね。男料理ですね、うん、いや美味しそうだね。まあ、これまだ全然茹で始めてすらいないんですけどね、これちょっと待ってればいいかな。まあ、今5分ぐらい経ちましたけどね、これどうなるかな、もういけんのかな、まだかな、ちょっと。味見ね、まだ硬いね、もうちょいっすね。はい、で今これ冷やしてるね、うん、これでそうだね、ちょっとサラダ感覚で冷たくなるまで待ちます。これもう冷えたからね、盛り付けです。すごい、ね、すごいボリューム。ちょっと手洗ったかもね。はい、美味しそう、できました。ちょっとね、片してから食べますね。はい、できました。早速いただきます。うん、めっちゃうまいですね。いや、もうアスパラガス大好きすぎて、これ久しぶりにやりましたね。うん、このね、このマヨネーズはカロリーゼロのやつなんで健康じゃなさそうに見えるけど健康ですね。あとわさび味ね、わさびマヨですね。ブロッコリーもやってみますかね。まあ、ちょっと全然切ってないんで食べにくいけどね。ちょっと待ってくださいね。こういう感じね。うん。でした。うん、まあ、ちょっと今日はあまりにもちょっと外食ばかりで良くないということで、久しぶりに料理を作ってみようということで、かなりヘルシーな素晴らしい料理ができたんじゃないかなと思っております。まあ、ちょっとこの後一応全部食べるので、はい、皆さんも自炊頑張りましょう。どうもありがとうございました。